こんにちはピアネイドットコムの宝田です本日はですね今現在展示中のピアノを改めてですねご紹介ができればというふうに思いますえっ、ー、とまず、えー、とトニカさんですねこれはね常時弱音という弱音機構がついている師団機でしてこちらの方ね、えー、とまたね音がどの程度小さくなるかあの弾きに来ていただければと思います隣にあるのは同じ弱音装置のナイトーンですこちらは はい、こちらペダルの方で切り替えができる弱音装置になっておりまして結構お問い合わせ多い商品ですね。でえー、とこちらの方外装現状という形でお安く出させてもらってます KU5D という河合さんの機種です。こちらの方もえっ、ー、も鍵盤のところが、ね、ちょっと、ね、今の時代と材質が少し違って、えー、とこれ、象毛ですね、はい。なので色味が、ね、少し、ね、こうクリーム色というか、まあ、天然材ですのでそういう色味なんですけれども弾き心地がすごくいいピアノになっております。 で、こちらにありますのが、えっとうちの自社ブランドで以前出しました。コラートゥーラが1台ちょっと変えてきまして展示しております。こちらの方も外装現状、まあ外装の状態がとてもいいのでね。外装現状というような形でお安く出しております。はい、こちらのはコロラートゥーラの小型の機種で118っていうような機種ですね。 でこちらにありますのはヤマハのすごく高級モデル UX の5 0 b l です。これね、あの譜面台が、ね、大きくついているということもあるんですけれども、本体自体もね、一番背が高いタイプで非常に人気のある、なり、低音から高音まですごくね、バランスの取れたいい機種です。 隣にありますコラテュレイもさらに小さいタイプですね。なんで110センチ程度でしょうか。こちらの機種の方が CX の 5H と言い,いまして年代的にもかなり新しめの機種になっております。外装の方もねかなり綺麗でして、あとまあかいさんでこういう小型のピアノ得意なのでね、はいこういう小さいかわいいピアノを探していらっしゃる方はぜひ。 きに来ててくだささい音のの傾向としては可愛さの中では少し明るめかと思いますで、えー、とこれはねお預かりのピアノでしてこの辺りはねもうねちょっとね整備待ちで待っているピアノちょっとねいっぱいご依頼を頂い,いてお待ち頂い,いている状態なんですけれども、えー、ともうしばらくお待ちください。はい、でこちらにありますのがかわいのすごくいい機種になりますケールの901というような機種になるんですけれどもこちらも先ほどのヤマハさんと同じような一番大きいメーカーさんの中でも一番グレードの高い あの機種になっておりまして面台が大きくついてまして。 であの本当にグランドピアノに近いデザインで高さもありますので音の方にもすごく余裕があるというような機種になっております。でこの個体もワイさんの中では比較的あのちゃんとはっきりした音も出しやすい個体になるかなと思いますのでこちらも音色の方をぜひ弾きに来てください。でこちらにいますのは河合の普通のスタンダードなあの機種ですね。高さも少し低くなりまして 120cm 台になってくるかなと思います。DS の 5E ですねになりまして、名式的にはそこそこ新しいので、まあ、練習用っていうような形で長く使っていただくのに適しているかなというような機種です。外装もすごく元々から状態がいいです。 ということで、えっ、ー、とその隣は、えっ、ー、とまたこちらのね、カワの KEL シリーズなんですけれども、グレードの高い一番質の高いタイプ、譜面台が付いているタイプの KEL32BG という機種になっております。色味がね、カワさんのこのモデル、あのマホガニーの濃い色味が付いてまして、結構ね、これお好きな方多いです。先日いらっしゃった方も、あのこの色味ね、すごく気に入っていただいて、音の方も気に入っていただいてですね、すごく悩んでいらっしゃいました。はい。ちょっと、ね、似たような機種が最近多かったので、あのどっちにしようか。 みたいな感じで別の方買っていかれたんですけれども、はい、これもねすごくいい機種だと思いますねで、えー、とこちらの隣ロレックス、えー、とこちらもね譜面台がついてるんですけれども隣にある小型のカワイと同じぐらいの高さなんで1 2 0センチ台ですね背が低いんですけれども譜面台がついているというようなちょっと変わった機種になりますでやっぱりね小型なのに譜面台が大きいということで非常に使いやすい 使い勝手がいいということで人気の機種です。こちらも今外装現状でお安く出させてもらってますのでぜひチェックしてみてください。音の傾向的には結構明るめですね。はっきりした音が出てくれます。で、えっ、ー、とこちらにありますのは大橋ですね。はい。えっ、ー、とうちだとね定番の大橋ですけれども1機種入ってます。えっ、ー、とモールが付いてまして外装の状態も非常にいいのでえっ、ー、と外装現状でねだいぶお安く今出しております。 これもな、ね、なかなかおすすすめですね音の響きがすごくよくてバイオンって言われる周りのこう何て言うんですかね柔らかい音というか自然な音がすごくよく出る機種なのでそういう音が好きな方にはおすすめです。 でえー、こちらにあるのは、えー、とヤマハのさらに小型ですでこれも 120cm 台になりますけれども機種、うん、としました UX というようなあの型番がついているモデル UX の 10BL ですねあの背面にねバッテンの柱が入ってるんですけれどもかなりしっかりとした作りで。 堅牢ななピアノになります、まあ、ただ基本的な音のところっていうのはヤマハシリーズ通常のシリーズと大きくは変わりませんのでヤマハのイメージであの変わりなくお使いいただけるピアノかなというふうに思います。で、えー、とその隣にありますのが、えー、とカワイの XO-5 先ほど向こうでロレックスのちょっと赤っぽい感じの背が低いんですけれども譜面台が大きくついてるっていうモデルをご紹介しましたがそれに近い。 サイズ感になっております若干こちらの方が高いんですけど向ここうが120数センチこちらは125センチ程度でですねなんでちょっと高くなるんですけれどもあのそれでも小型大型機種に比べると小型なのに、えー、と譜面台が大きくついている河合さんの機種っていうことで結構これも人気がある機種になります。あの非常にね扱いやすいモデルですので音の方も余裕がありますし使い勝手もいい機種なのでなかなかねこれおすすめしやすい機種になっているかなというふうに思います。という ということでざっくり紹介したんですけれども、あ,あと,です、ねえー、とですね、実はあのまだ届いてないあ、これ見てないですね、えー、とヤマハのイ酸、失礼いたしました、ヤマハの一番スタンダードなまあ一番背の高いタイプの、えー、と普通に一般に普及していた、よくよくあの見ることのある、一番よく売れた機種ですね、も入ってきております。先ほど向こうににあった UX のサイズよりもさら大きい サイズ感にはなりますけれどもあのこちらもねすごくあの根強い人気があって、まあね、ちょっとねあの同じようなモデルが結構音楽制作の場で古い機種でもあのたまにねあの味付けとして使われたりとかするぐらいあの今でも使われているピアノですので練習にも十分使えますし、まあ、趣味にも使えるピアノかなというふうに思います U3M です。 で、えー、と先ほどお話ししようとしたのがこちらにあります演習ですねちょっと今カバーかけてますけれども新品の展示品なんですけれども実はこの演習先ほど見ていただいたみたいにここにこう大きな譜面台がついてたピアノあったじゃないですかあれと同じように追加パーツでオプションでつけることで譜面台をね大きくすることができるっていう商品が実はこの演習専用であるんですよ。でそちちらのの方ががうピアノドットコムででで展示がこれれままあんんりなかったんですけれどもここに びうちに入荷するあの在庫の方が決まりまして。 金日町にですねあの入荷しましたら、またその譜面台あの届きましたよということで、こういう追加譜面台がありますよという形でご案内できるかと思うので、そちらもちょっとあの楽しみにお待ちいただければと思います。ということで、えー、とざっと今の在庫の方を取らせていただきました。でえーとね、またねグランドの方も取れればと思うので、グランドの方もです、ね、えう、ー、とまた時間を見て取りたいと思います。ちなみにここにあるグランドだと、今、遠州の先ほど見たアップライトのピアノのグランドバージョン。 っていうのが今展示がございます。はいこちらの方はねグランドピアノ小さい150センチ奥行きが150センチで横幅もだいたいそのぐらいということでまあ、ほぼほぼ正方形ぐらいの スペースに収まるあの畳が、えっと、3枚分ぐらいあればあの座るスペースまでいけるかなというような超小型の機種であの音もねなかなかいいので、えー、ぜひぜひねあの興味あったら弾きに来ていただければと思うんですけれどもこちらの方も、ね、弾ける場所もだんだん増えてきましたんでね、はい、あの機会があったらぜひ触ってみていただきたいピアノです。ということでちょっと長くなりましたがね、えー、と今現在ですねある在庫のピアノですとかご紹介をさせていただきました。またた今ご紹介しピピアアノのの中でこのピアノ どうなのみたいなご質問等ありましたらですね遠慮なくお,お電話でもメールでも入れていただきましたらお答えできるかと思いますので無理なくお問い合わせいただければと思います。ということでお疲れ様でした。さよなら